fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, pull me like a race horse. Pull me like a ripcord. Take me down and build me up. I wanna be... はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。パパテラです。今回はね、まあ、パパテラジオっていう感じで、本当にね、おしゃべりするだけなんですけれども、このタイトルにある通り、自分たちのね、好きな、YouTube を投稿している方が、まあ、いつまでもね、ずっとね、動画を配信してくれるわけではないということについてのお話です。もちろんパパテラを含めて、まあ、動画を投稿されている方とかっていうのは、いつかは、まあ、やめるときとか、配信できなくなるときが来ると思うんですね。それは、まあ、例えば、10年、20年、30年、40年って経ったら、まあ、さすがに動画続けられないなとか、まあ、やめるときが来るときがあるかもしれないです。または、本当にね、毎日のように投稿してたり、まあ、1週間に1回、2回でも定期的に投稿してた人、それがね、チャンネルの登録数が少なかろうが大きかろうが、まあ、どこかでね、まあお休みっていう形が必要だったり、一度やめてちょっと気持ちをリセットしたいとか、気持ちをつけたいっていう時がきっとあると思うんですね。それはね、登録者100人であろうが、1万人であろうが、5万人でも10万人でも、まあ、100万人とかでも、まあ、ファーテルはね、そういう大きなチャンネルのね、さんの気持ちっていうのは全然まだわからないですけど、本当にね、まあ、1000人、2000人ぐらいで悩む方っていうのも絶対たくさんいると思うし、また、まあ、1万人、2万人でも悩む方もいると思うし、またはね、本当に10万人とかの登録でも、ちょっとお休みしたいなっていう時が来る時があると思います。まあ、GTA に関してなんですけれども、やっぱりね、アンチっていうのが他のね、ゲームよりも多い時もあると思うんですね。そのジャンルにもよると思うんですけど、その動画の内容にもよると思うんですけど。で、本当にね、なんだろうな、まあ前のチャンネルでもね、お話ししたんですけど、GTA のね、動画を出して、やっぱりね、見てね、お疲れ様っていう気持ちでね、いいねっていうのをね、押してほしいなっていうことをね、前に話したことあるんですけど、パパテラのチャンネルじゃなくてもね、GTA を投稿してる人たちが、まあ本当に広告っていうね、部分ですね。動画を投稿してる側の問題っていうか、まあ話なんですけど、なかなか広告がつかない、広告が剥がれるっていうね、まあそういった時期がありました。今でもね、ある人はあると思います。まあ、そういう時にね、やっぱり低評価が多かったりするとね、ちょっとね、あーって思う時もあると思うんですね。だから本当にね、動画、GTA の動画を投稿している人、お疲れ様っていう気持ちでいいねを押すとか、本当にね、コメント欄も何を書いてもいいっていうわけじゃないと思うんですね。今 YouTube の規約、コメント欄も厳しくなってます。コメントするところに書いてありますよね。そのなんか、規約というか、まあ、コメントに対して、本当にね、誰かが見て嫌な思いをするとか、動画を出してる人が見て嫌な思いをするようなコメントをするとダメですよっていうのありますよね。自動的に弾かれやすくもなってます、今は。なので動画を見てやってるんだぜっていう感覚で暴言を吐いたりとか、そういった部分は低評価入れたりとかっていうのは本当に良くないなと思います。それ絶対ね、自分でね、人にやってたらね、やっぱり自分にね、返ってくると思うんですね。だから本当にお疲れ様っていうような気持ちでいいねとか、まあコメントね、本当にこの動画楽しいなと思ったら楽しいって言ってくれればいいと思うし、まあ絶対いいねしろっていうわけじゃないし、まあまあコメントだけ残すでもいいと思うんですよね。だから動画をね、作る、例えば10分の動画を作るのにも本当に3時間4時間かける人もいる、撮影含めてもっと時間かける人もいます、1日かけて作る人もいます。それがチャンネル登録100人だろうが何万人だろうがあります。なので、まあ、動画をね、投稿してる人がお休みしたいなっていう時期が来た時は、そのね、チャンネル登録をわざわざ外すんじゃなくてね、本当に好きなチャンネルの方だったらそのままね、登録しといて、いつか戻ってきてくれるのをね、待っててほしいなと思います。パパテラがね、今まで関わったことあるチャンネルさん、今お休みしてると、
まだまだ、結構います。本当にね、ババテラが一度チャンネルなくなってからたくさんの人に支えられて、今があります。何ができるかなとかいろいろ考えたんですけど、でもみんなに伝えたいのは本当に登録しといて待ってる。あとはね、その人がセカンドチャンネル、サブチャンネルとか持ってたら、まあ、そういったところもね登録しておく。そうすればね、メインチャンネルで言えなくてもセカンドチャンネルで言えることってある時があるかもしれないですね。またはメインチャンネルがなくなっちゃった時でもセカンドチャンネルでみんなにお伝えしたいことができる、まあ、そういうことがあるかもしれないんで、まあいつまでもね、パパテラもじゃあ60歳70歳になったら GTA やれるかって言ったらわからないし、それはリアル GTA みたいなおじいちゃん配信でみんなが見てくれるかわかんないですけど、どういう風になるかわかんないですけど、いつまでやるかわかんないですけど、まあそういう感じでね、動画をね一生懸命投稿してくれてる間、または、お休みしたいなっていう感じだなと思ったら、こうリフレッシュさせてあげる、そういう感じでね見守ってほしいなと思います。まあファテラは今のところは別に休むつもりとか、まあ辞めるつもりとかないんですけど、これからねどん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 やりたいこと、 YouTube でやりたいことちょっとチャレンジしていきます。なのでちょっと動画のね投稿頻度がね変わったりとか、まあ不規則になったりとかする可能性もあります。今まで本当に GTA で関わってくれた人、本当にね Twitter とかで出会えた人にすごく感謝してます。もしも一人でね YouTube ずっと一人でやってたら、多分パパテラは今のチャンネルには戻ってなかったかもしれないです。やっぱり周りの人がいたおかげで戻ってこれたっていう部分もあるんで、今があるんで、まあね、ネット SNS とかは結構ね、ああ見てて嫌だなって思うこともあると思うんですけど、まあ、本当にねその人がその人のことファンだったら、あったかくね見守ってあげて、戻ってきた時にお帰りって迎えてあげられるようになってほしいなって思ってます。特にもねパパテラ GTA しかほとんど配信しないんで、もう GTA 配信してる人はなんか応援したいっていうか、なんだろう、まあ GTA をね一緒にね配信一緒にやってなくても、なんかじゃ同じ GTA っていうのをやってる人っていうのはねやっぱ気になるですね。関わったことある人はね特にねって感じです。はい、というわけでちょっと締めっぽくなっちゃったんですけど、よくわからない動画です。これいつかちょっとこの動画消えちゃうかもしれないけど、わかんないけど、まあ今の気持ちです。あんまりねチャンネル名とかね出すのよくないかもしれないけど、わかんないけど、パパテラごときが言うことじゃないのかもしれないけど、 GTA のね配信でやっぱりねグリッチとかでウェイト君同じ時期に出して一緒に1万人到達してっていう方が今休んでるし、戻ってきてほしいなって思います。それからね、まあ、クリスさん本当に同じタイミングでずっと走り続けて、まあね今お休みしたい時期だと思います。まあそういう時だとあると思います。で戻ってこよう、もう一回 GTA どんどん配信していこうっていう時はね本当に一緒にやりたいなと思ってます。それからね、全然本当にパパテラごときが言うことじゃないかもしれないですけどね、本当に今プレキルさんがちょっとね Twitter がみんな見れないとかっていうのがありました。まあ昨日かなライブもありました。まあ、本当のねどうなるかわかんないですけど、やっぱりね一度関わった人っていうのはやっぱまたね一緒にね楽しく配信できればいいなって思ってます。 GTA は絶対ね終わらないと思うんで、
5年6年経ってもこんだけ売れ続けて、オワコンオワコンって言われても8月はダウンロード版でトップセールス、叩き出して記録も出してます。なので終わんないと思います。一緒に撮影してなくても GTA をやってるっていうつながりだけでね、なんか勝手に仲間意識持っちゃったりするんですけど、はい、というわけでちょっとよくまとまんないんですけど、まあ今の気持ちです。多分この動画いつかは消えちゃうかもしれないです。ちょっとわかんないけど、なのでね、 GTA 配信してる人見かけたら、変なねいたずらで低評価とか押すより、まあまずはお疲れ様って感じでコメント入れるとか高評価とかしてみてください。絶対ね、自分にいいこと、人にねいいことっていうか気持ちのいいことやってたら絶対返ってくると思います。そんな感じです。以上 PPTR でした。